ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は JR 奈良駅近くの女性専用の賃貸マンション、大宮西田マンションをご紹介させていただきます。こちらペットと暮らせるマンションとなっております。早速中を見ていきます。まず、最初に紹介させていただくのはこちらですね。ダイニングキッチンのスペースとなっております。こちらは広さも十分ございますので、お食事を楽しんでいただけるスペースとなっております。こちらのダイニングキッチンからは、バルコニーに出ることができます。バルコニーは南向きとなっておりまして、お洗濯物を干したり洗濯機を置いたりという形になっております。そしてこちらのお部屋のキッチンですが、キッチンは入れ替えてあって非常に綺麗なキッチンとなっております。収納の方もですね、下の方にしっかりとございます。また2口コンロを置くスペースもございますし、上にはこのように換気扇の方もございます。そして給湯器はこのように前の、キッチンの前の方についております。そしてダイニングキッチンの隣に、和室の6畳がございます。こちらはですね、テレビのコンセント等もございますので、テレビなどを置いていただいてリビングのスペースとして使っていただけるお部屋となっております。こちらのお部屋は、壁一面がですね、このように大容量の、押し入れのタイプの収納となっております。このように上の方までしっかりと収納スペースがございますので、結構物を入れていただける、そんなお部屋となっております。それではもう一つお部屋を紹介させていただきます。先ほどのキッチンのちょうど奥側にも、こちらにも和室がございます。こちらは共用廊下側の和室となっております。それでは次は水回りをご紹介させていただきます。まず、和室出たところすぐのところにこのようにもう一つ収納がございますので、季節のものなどあまり使わないものなどはこちらに入れていただければ便利です。そして、広々とした玄関スペースとなっております。横に少しスペースがございますので、下駄箱など置いていただければより便利に使っていただけます。そしてこちらがまずお手洗いとなっております。そしてこちらがお風呂になってます。お風呂には窓もしっかりとございます。またお風呂の奥のところに、給湯のリモコンのボタンがついてますので、温度変更などはこちらの方でしていただけます。お風呂出たところには独立の洗面台がございます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。